聞こえなかったのか？この島から消えろってんだよ。ちょっと待てよ。いきなりどうしたってんだ？サイデンでは戦う気なんかなかったろ。また会ったと思ったら何なんだよ。理由なんかどうでもいいだろ。この島をあいつのもんにする。そのために邪魔な人間どもを排除すんだよ。あいつだってジェイドのことなんか知ってんのか？うるさい。いいからさっさと。逃げろ貴公子さんたち。こいつは俺たちが引きつけます。危険です。フェンリルさんも巨大な星晶獣で。いいぜ、まずはてめえらだ。相変わらず厄介なやつだ。さすがだぜ。おっちゃんたちは先に避難してろ。うん、俺たちでは足元にも。すまん。避難先で伝えろ。人間は全員島を出ろってな。おいフェンリル、本当に何があったんだよ。今のオイラたちに戦う理由はねえ。俺にはある。てめえらが島にいる限り排除してやる。事情もわからないのにまた。ジェイド、森に飛んでっちまったぜ。世話を焼かせる。おい、もう一度だ。この島から消えろ。人間全員だ。フェンリルさん、あの待ってもらえませんか？ひょっとしてあなたは。待て、お前は何を知っている？グース、本気で殺されてみてえだな。俺は知らなければならない。ジェイドはなぜ眠り、なぜ今になって目覚めた。どうして姿が変わっている。暴走でないなら一体何なんだ。理由だの事情だの関係ねえだろ。てめえはあいつの何なんだ。親友だぜ。親友？そうです。とっても強い絆があるんです。だからお願いします。事情を教えてもらえないでしょうか。お互い協力できるかもしれません。絆、協力だ。
そうか、そういうことだったのか。ふざけるな。人間があいつの何だって。クソほど笑えねえ冗談だぜ。てめえら人間のせいで、あの白空戦争のせいで、俺たちは無茶苦茶にされたんだ。ロキのおもちゃを壊さねえように、俺なりに遠慮してやったが、もういい、今ここで食い殺してやる。どうして？あなただって一緒なのに。来るぞ、ウェルダーも戦えるか。ああ、ヘンリル、俺たちの疑問の数々必ず話してもらうぞ。話を聞かせてもらうぞ、フェンリル。座して恐怖せよ。お仕置きや。まだ行くね。あれ、どうや、目障りなんだ。ぶっ潰してやる。まだまだこんなもんやないで。改めてお願いします。あなたの話を聞かせてもらえませんか？